芝生の上であの日に話しかけた黄昏の駅への道で窓を打つ激しい雨白いホテル切ない胸ああ愛してた貧しさの中で壊れて消える愛の暮らしは嫌だとまるでショーウィンドに自分を並べるように着飾って誰かを待ってた
Rock and roll 今とはちょっと違う
一人息子の出世だけ。ママ、これ以上は我慢できねえ。Well、クラスの奴らは誰もがまた放たればかりで、毎日ディスコか女かくだらねえ喧嘩。過去のやることは決まった一つ覚えの大学。これ以上いら我慢できねえ。最初の頃で、当時俺はちょうど20代から30代になった頃だった。で、MC でよくこんなこと言ってた。俺が子供の頃こんな言葉が流行ってたんだよね。 Don't trust over 30。 30以上のやつを信用するなってことなんだけど、とうとう俺も30になっちまった。だけどステージの上に上がってロックンロールやるときは今もティーンエイジャーのままだ、イエーイなんて言ってたのが早40年前。それで今夜俺は自分に問いかけるわけ。あれから40年経った。だけど今もステージに上がってロックンロールやるときはティーンエイジャーのままなんだろうか。どうなんだ浜田、どうなんだ翔吾、どうなんだ長州。
自分に問いかけるわけ。そして答えは Oh yeah! 1, 2, 3, 4! ラジオで聞くのはロケンロール。ダンスに行くならレッドマンブース。クラスに3人テディーボーイ。学校じゃ毎日バスケットボール。そして頭は空っぽ。赤いはアバズレッセブンティーン。Welcome back to the Rock Show. Thank you.